広島カープ塾始めます。今日はですね、もう日本シリーズの話をしてみようと。審判でございます。結果的にですね、下克上がセリーグの CS では起こりまして、DeNA ベイスターズが、日本シリーズ出ますと、久しぶりに出ますと。そして、これもまた1年目の監督ですけども、ソフトバンクとしては久しぶりに日本シリーズに出るということですね。もちろん DeNA よりか間隔が短いんですけども、去年の優勝がヤクルトですかね。ってことなんで、セリーグ側から始まるという、阪神ですね。阪神ですから、セリーグ側から始まるということになりますけども、この辺り、塾長、お願いいたします。はい。やはり、DeNA って、結果5割のチームなんですよね。うん。強い時は、日本一を狙えるぐらい強い隙があると、はい。ところが弱いと最下位並みに弱いと、うん。今 DeNA はめちゃめちゃ強いモードですよ。そうですね。本当です。だから9月の時にも私言ったと思うんですが、結局 DeNA が売っちゃってくるよと。おっしゃってましたね。要は DeNA は総合力は優勝できる力は持ってるんですが、負け出す、なんですか、負けモードになったときに勝ちきれる力はない、はい、負けて終わっちゃうんです。これはじゃあ塾長からするととっても読みづらいですね。この読みづらいんですよ。本当に。で、勝つときは、結局ジャイアンツとの、CS で言うと、DeNA の戦いではないんです。なんせロースコアで打てない同士の戦いは、ジャイアンツのゲームだ。そうですよね。ところが DeNA が、結果、DeNA らしい面もあるんですよ。ホームランで勝ってきますんで。そうですね。でも試合内容は DeNA の試合ではないんですね。だから結構ミスもいっぱいあって、そのまま、なんていうかな、スリープで勝てそうなのに、タイになっちゃうみたいな弱さはあるわけ。これとっても読みづらい日本シリーズだと。ただ、前回のソフトバンクの時は、はい、ソフトバンクが圧倒的に流れを持ってソフトバンクが出てきたんですよ。そうでしたね。だから DeNA は若干、なんかな、加工気味で日本シリーズに入った。そうですね。なんで、あっという間に4勝1敗、浜口のノーヒットノーランに近いような回答があった。しても、ちょっとあれ、まぐれに近くて、やっぱり4立ての可能性があったような内容のまま、結果4勝1敗ソフトバンクなんですが、今回読めないのは、DeNA が、落ちないままソフトバンクとぶつかる。ああ、そうですね。落ちないですね。今回ね。で、ソフトバンクの方が、柳田が戻ってきたおかげで、日本ハムが戸惑った。ああ、そうでしたね。柳田がいないソフトバンクに6勝0敗。最後1個負けるんですが、シーズン中、要は後半ソフトバンクにほぼ圧勝の形で、本当はクライマックス望んでるんで。そんなにやっぱり柳田の存在大きいってことですか？いや、柳田がいるっていうのは、柳田が打つ打たないじゃなくて、柳田が一人入ると、クリーンアップが固まるんですよ。もう山川、栗原、本堂で。で、
3人のうち1人ダメならダメなとこに柳だって埋められるから監督が安心なんです。なるほど。そういうことですね。今回のクライマックスは3人とも結果をいきなり 1,2 戦で出しましたから、柳田をどこの打順でもよかったんですね。2番だろうが1番だろうが7番だろうが、要は柳田の体調次第の打順でいいだろう。そうですね。だから柳田が打つ打たないじゃなくて、柳田がいるせいで3枚がどこでも使えちゃう状態を作れちゃうっていう。それがやっぱり柳田の存在感。で、これでもう一つ、柳田がいて、もう一つ打撃が変わる選手がいるんですよ。シュートで。全くシーズン中と変わっちゃいました。それがやっぱり今回のね、結局 CS で上がったということですか。結局その圧勝はしてないけど、圧勝はしてないけれども、全部、なんつうかな、じゃあ日本ハムが勝てそうだったかっていうと、上回れそうな試合ではないわけですね、1点差なのに。これもしもじゃあ柳田選手が熟知に立ったと、怪我の回復が遅れてね、戻ってこれなかったら、ちょっと状況違ったかもしれない。私は状況違って日本ハムが、ひっくり返してたと思う。やっぱり柳田選手って存在が大きいですね。だから新庄監督にしてみたら、柳田がいただけで、ソフトバンクのチームがこんなに変わるのかっていうのにびっくりしたと思う。こんなに、要は、なんつうかな、1点差なんだけど、こんなにやっぱり勝てないソフトバンクに変わるのか。そういうことですね。リードしてるのにリードした気分じゃなくてひっくり返されるわけですね、同点に追いつかれた。いわゆる職、こう、打線上の、何ですか、本当に、こう、軸というか。軸みたいな、2-2で追いついたのに、なんか抜ける雰囲気がないまま、結局ソフトバンクが1点勝ち越して勝っちゃった。そうですね。その、なんかね、柳田がいるせいで、やっぱりソフトバンク、なんつうかな、やっぱりキャプテンが帰ってきたみたいな。本当そうですね。やっぱり柳田選手ってキャプテン感ありますもんね。やっぱり柳田なんだなっていうのを、新庄監督が、まざまざと見せつけ、まあ、というかな、要は日本ハムがヤクルトから大引きが欲しかったみたいな、オリックスの大引きがいたみたいな、そのじゃあ成績に行ったら大引きいるかっつったら、いやいらないね、2割4分5分ぐらいしか打たない、打点も40、30、40しかない、送りバントとか盗塁が34、足が速いわけでもないですよね、ショートの割には。まあ、確実な守備はしてくれるし、まあ、サードも守ってくれる肩の強さはあるって言っても、そこまで大引きが、でも大引きがいるとチームが強いわけ。ですよ。なんか負けない野球をしてくれる。選手、ヤクルトの時もそうだし、オリックスの時もそうですけれども、その雰囲気のより優勝版に柳田がいる。そんなにこの CS 柳田選手打ったわけでもないですけども、ま、あのやっぱり存在大きいということですか。いや結局そのシュートクリーンナップがね、山川2本とか打点で言えば、近藤も打ってるし、栗原も打って、打点は3人とも取ってます。チーム力が上がってしまうような。完全にチーム力が
まあ新庄監督にしてみたら、やっぱりうちの選手は若かったなっていう思わされた。っていうことですよね。柳田がいなかったら、まあ言い方悪いですよ。柳田がいなかったら、自分たちがなんとかなった脆いソフトバンクが見えてたわけですよね、シーズン終盤。そうですね、まさしくそうでしたね。あの優勝が近くなればなるほど脆くなって、勝ちのプレッシャーなのか、はい、まあ、勝てなくなって、には普通にやってれば普通に優勝なぐらいの勝ち星ゲーム差だったのに、ちょっと親日本ハムこのまんまもしかしたら売っちゃうゲーム差じゃないのに売っちゃっちゃうっていうような雰囲気、いやそうでしたね、後半そうで見えましたね、雰囲気が出ちゃったわけですよね。ゲーム差はそんなゲーム差じゃないのに、はい、なんていうかな、外で見てる野球の内容と試合展開で言うと、あれソフトバンクこんな弱かったっけみたいな。そうですね、まさしくそうですね。これで、ね、だからみんながクライマックス日本ハムの日本シリーズあるかもって雰囲気変わったんですよね。そうですね、状況が。ところが柳田が入ったんで、全く鉄板のソフトバンクの野球をやられてしまっただなっていうのが、だから DeNA にしてみたら、この柳田対策、はい、柳田を抑えるんじゃなくて、柳田を乗せ、なんかな、こう、柳田をチームを鼓舞させないように抑えていくっていう。ああ、はい、そうですね。だから柳田がバンバン打つから他が打つんではなくて、うん、柳田にどんどん打たれて、打たれるんだけど、柳田には打たれるんだけど、逆にクリーンアップを抑えちゃうって手があるぐらい。うん、そうですね。その方がソフトバンク点取れないかもしれない。そうですよね。だから、柳田を警戒するんじゃなくて、もう柳田さんいいですと。あなた好きに打ってくださいと。その代わり全力で栗原、山川、近藤は抑えに行きますか。なるほど、これをやられる方がソフトバンクは厄介なのかなと。で、柳田が潰されるとシュートは多分まず無理なんで、はい、いやー、そうですね、多分ね、一番特に小久保監督は一番出てきてほしくなかったのは DeNA だと思う。よね、あのどっちか分かんないんですよ。すごい DNA なのか、はい、全く前回みたいに脆い DNA なのか。まあこれちょっと読みづらいということは分かって上なんですけど、塾長どっちが何勝何敗と言いますか。私はね、下手すると4勝2敗で DNA 日本一取るかもしれない。ああ、そんな感じしますね。なんか流れを感じますよね。やっぱり、その、なんつうかな、三浦監督が、その、ちょっと思い切るんですね。要は、まあ、当然さ、まあ、2勝2敗に追い込まれたときに、まあ当然、オコエのエラーで三塁に行ったときに、まあ桑原にホーム突っ込ませますよね。ありましたね。まあゴロゴーとはいえ。はい、ありましたね。そこは、まあよくあるプレーですよ。あの、うん、他の球団でもやりますよね、ゴロゴーは。はい、そうですね。その後の、いきなり一塁ランナーを走らせるってことを、やりだしてるんですね。ああ。ちょっと変わってきたんですかね、三浦監督の采配も。逆に言うと、もう、思い切った野球をやりだされたときには。なるほど。結局、そこで、結果、ジャイアンツ勝ちましたけれども、その恐怖心があるから、
ジャイアンツは結局、菅野も、ランナー二塁の時に、坂本がセカンドランナー牽制したにもかかわらず、三塁に走られてるんです。ああ、そうですね。で、あれは、もう三浦監督が、ランナーは新井監督がやったみたいに、全員前に行けと。うん。アウトどうこうではないんだと。うん。うん。もう行けると思って、前にもう走り出したら戻るなと。桑原にしても、一塁ランナーの、はい、2勝2敗の時の盗塁にしても、はい、まあ当然、あの菅野の時のセカンドランナー、あれ追い、あのちゃんと坂本は追い込んで、2歩ぐらい、ランナー牽制してるにもかかわらず、一塁送球でいきなり走ってますので、あれで菅野が困ったんですね。なんでかって言ったら、ワイルドピッチ1点ですから、もう、低めのショートバウンドが放れなくなったんで、低めが甘くなって牧に打たれてる。ああ、そうですね。だからあれ、本当でランナー二塁だったら、多分ワンバウンドに近いスライダーが投げたかったんだと思う。なるほど。それやると1点ですから、三塁なんて。そうですね。だから高めに、まあ、当然牧だって、もう4番打って、まあ、なんつうかな、要は勝負強さで、どこで一番打点を取ってくれる打順はどこですかっていうのが、三浦監督の起用上の2番ですから。そうですね。実際は4番に近い、要はどこに、なんつうかな、はい、牧のとこでチャンス、ランナー2塁、3塁の可能性が高いかっていうための打順が5番なのか、3番なのか、2番なのか。4番なのかってだけの牧の打順、はい、そうですね、でだけなんで2番牧ではないので、なるほど、あそこで結局牧に回してしまって、しかもあそこで3番に左がいたので、はい、フォアボール出せなく追い込んでる、なるほど、ランナーをあそこでバクチでセカンドランナーが三塁にセーフになっちゃったんで、菅野がワイルドピッチが出せない、フォアボールは出せない、そうすると牧にしてみたら外角のスライダーはバットが届く位置に来るって確信持って振っちゃってるんです。なるほど、そういうことですね。なので坂本が取れなかった。なるほど。しかし、こう、やっぱり短期決戦、CS も、それから日本シリーズ、今回、塾長が話そうとして4勝2敗で DeNA 勝つと言ってる日本シリーズもそうですけども、短期決戦ってどう流れを作るかっていうのがすごく問われますね。問われるんですよ。で、三浦監督が、そういうことを、このクライマックスで、負け覚悟で試して成功しちゃってるんです。そうですね。結局、なんていうかね、DeNA にしてみたら、2桁安打1回ぐらいしかなくて、まあ、ある意味、ロースコア、ロー安打、ジャイアンツの方がヒットは打ってないですよね、4安打、5安打。要は、DeNA の投手陣が抑えちゃってるわけですよね、ジャイアンツの打線すら。はい、そうですね。で、自分たちも抑えられたけど、もう失投をフルスイングして、一発一目ですよね、はい、オースティンにしても。まさしくそうですね。サノにしても。そうですね。はい、その通りですね。だこれを三浦監督にしてみたら、前回の日本シリーズはできなかったけれど、DeNA の試合としてできなかったけれど、これをやれば、ソフトバンク相手でもいけるなって確信持たれちゃったような。ということですね。
警戒は柳田ですよ。だから柳田を打たせる、打たせないじゃなくて、柳田はいいんだ。もう日本ハム戦で見て分かるように、柳田の警戒どこではなくて、あの3番、4番、5番になるであろう、栗原、山川、近藤。で、近藤はもうヒットを打つんだったら、歩かしちゃっていいだろう。なるほど。逆に言うと、近藤がヒットを打つことによって、結局チャンスの時に、一本ヒットを打ってるからって気楽に打たれちゃってるわけだから。逆にもうヒットもフォアボールも一緒だったら、今度歩かしちゃうと。なるほど。やりかねないんですよね。岡本勝負にストライクゾーン勝負してなかったりしてるんで。ってことですね。ホームラン打たれないために。はい。だから、私は、今の DeNA の三浦監督とか首脳陣の野球を、このクライマックスでやった野球を日本シリーズでもやられるとソフトバンクがきついかな。なるほど。結局DeNA 今回東なしで、初戦は森原なしで勝ってる。相当辛い状況ですけど、よく勝ちましたよね。しかも打撃戦にならずに勝ち、はい、そうです、上がってるんですよね。はい。だから劣勢でしたよね。DeNA にしてみたら成長した形なんですよね。今まで自分たちが必ず勝てなかった野球で、そうですね、しびれるクライマックス勝っちゃった。シーズン中こういう勝ち方でも全く、なんつうかな、じゃあクライマックス勝てるかって言ったら、いや、たまたま勝ったんだよねって言えるんですが、クライマックスっていう日本シリーズに近いしびれる試合の状況で、はい、DeNA が自分の野球じゃなくて勝ち上がってきてるんで。そうですね。大きいですね、これはね。これは多分選手が自信なんだと思うんですよ。そうでしょうね。自信つくでしょうね。いいんだと。要は、どんどん行くと、結果失敗でも、結果最後勝つような流れがうちに来るんだと。で、勝ったじゃん。そうですね。これはすごい自信になったということですか。これは、監督首脳陣に確信があるんで、まあ多分ミーティングがなんかで選手にも、はい、だってお前ら失敗したところで結果は勝ったじゃんって言えるわけ。そうですね。論より証拠ですね。論よりそこになってしまうのが、多分前回の4勝1敗のソフトバンク戦と DeNA の下克上から上がった DeNA とは全く別のチームとしてソフトバンクと戦うことになるので、私は今回 DeNA が、まあ、よく言われるロッテが下克上強い、それに近い下克上で DeNA 上がってきてる雰囲気があるんで。なるほど。ソフトバンクの方がジャイアンツとやるんだっていう雰囲気で待ってた雰囲気もあるんで。なるほど。そういうことですね。若干長嶋さんと王さんで2人並んで、日本シリーズ見てもらえるんじゃないかみたいな雰囲気もあった流れだったんで。なるほどね。これがひっくり返ってきてるんで、多分、まあ、国母監督にしてみたら、本当に嫌なチームが来たなと。一番嫌な相手ですか、もしかしたら。一番嫌だと思いますよ。だって、分かんないんだから。下手したら DeNA、一番佐野使ったりね。
1番その2番牧、ね、使ったりしてきたりするとで3番に桑原とかってやってきて3番送りバントみたいな野球を、はい、こういうのが一番ソフトバンクは苦手なわけですよ、うん、日本ハムがそういう野球でかき回されてるわけですから。そうですね。まさしくそうですね。だから、ね、私は今回は、あの、戦力の下馬評ではなくて、はい、流れとか経験とか自信から言うと、はい、ちょっとソフトバンクが受け身から入るんじゃないか。その分不利だということですね。受け身になる分だけ。やっぱりそんなにソフトバンク、あの、まあカープとか、まあ後半のジャイアンツとかみたいに、鉄板なリリーフではないんですね。ランナー出してピンチ背負って、そうですね。やれやれで抑えてる、はい、そうですね。リリーフ陣なんで、ここが、うんね、私はこの日本シリーズはちょっと DeNA 有利というよりかは、はい、DeNA がなんかちょろちょろって今回の CS みたいに勝っちゃってくんじゃないかな。なるほどね。流れはソフトバンクが勝つ試合なはずなのに、なんか結果は DeNA が勝ってましたみたいな。これはつらいですね、そういう意味で言うと。そうすると追い込まれるじゃない。そうですね。勝たなきゃいけなくなる。そうすると4勝2敗ぐらいになっちゃう。そうですね。そうなりますね。って思ってる、その、なんつうかな、DeNA の不気味さです。そこを塾長は、優勝なんじゃないか。日本一なんじゃないか。そうですね。日本一、今回はかっさらうんじゃないかな。そういうことですか。はい、わかりました。塾長ありがとうございます。ありがとうございます。どうも失礼いたします。失礼いたします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。